はい、どうもこんにちは、JK3OTH です。今日はですね、新たな思いつきに関して、実験をすることを決めましたので、その報告とかね、前振りから進めたいと思います。まずですね、こちらにあります、IC705 アイコムですね。アイコム IC705 を大変愛用しております。でこちらでですね、これは HF50MHz、UHF、VHF とね、オールバンド、オールモードの機械なんですけど、当局の夢はですね、海外とのフォン、SSB でね、通信するということなんですけれども、下にね、991もあるんですけど、ちょっとまず、当局はホームの環境が良くないんで、移動でやりたいと。で、その時にですね、991を、これ持ってね、行くには車が必要なんですよね。で、ある程度のロケーションいいとこまで行くのが結構車だと大変ですと。で、電源持って行ったりとかね、いろいろ大変ですけど、705だったらですね、本体、で、モバイルバッテリー、で、アンテナ、カウンターポイズぐらいでね、出れるんですね。つまり自転車で近所の公園でできるんですわ。で、非常にね、魅力でしてね、自転車で出動してね、海外 DX チャレンジできるというのは魅力でですね、ちょくちょく705でチャレンジしてます。そこでですね、時間かかるのがアンテナの調整なんですね。今ダイヤモンドの、RHM12 っていうね、マルチバンドの、モビルホイップを使ってますけどね、これ非常にいいアンテナで性能いいんですけど、やっぱりね、調整にどうしても時間がかかっちゃうんですよね。SWR 落ちきらないとかね、なんか同調点はね、探れるんですけどね。もちろん調整にはこちら、ナノ VNA ね、これ愛用してますよ。これ本当いいですね。ナノ VNA で調整をもちろんしておりますと。で、もうちょっと選び入れたいということで、クイックに出たいって感じですね。時間がやっぱもったいないんで。でこれはアンテナチューナーがいるなと。で、東京なぜ991が好きかっていうと、これアンテナチューナー内蔵なんですよね。なんでね、気軽にピシッと SWR 落として出れるんですけど、いかんせん若干ね、同調範囲狭いというか、出れないとこもあるし。で、当局はマンション2階、東向き、狭いベランダというですね、およそアッパーマンハムの皆さんの課題を集約したような、ホームに住んでますんでね、ちょっとどうしても移動せざるを得ないと。で、991持って移動するのは大変ということでですね、705をしばらくメインで、10ワット出力っていうのはですね、もうここちょっと我慢して、まずはワッチから入ろうと。で、海外の、QSO ね、DX ってどういうものなのかと、ワッチをしっかりしてですね、そこから進めたいと思いまして、まずは705の環境を整えて、あわよくば一発 QRV と。まだ705の環境を整えようということで、こちら、はい、AH705 を発注しました。近々来ると思います。で、さらにですね、こちらも発注しました、7メーターの釣り竿、カーボンファイバーですね。最近ツイッター見てますとですね、カーボンファイバーのアンテナというのがですね、実は、流行りつつあるというかですね、グラスファイバーのアンテナに、ケーブルはわして、電線はわしてですね、エレメントにするっていうのはよくあったんですけど、いや、カーボンファイバー導通するからアンテナになるんじゃねみたいな話らしくて、やったら結構できてると。だから当局もいろいろ YouTube とか見てましたけど、CQ 総長さんですね、総長さんの動画でですね、ベランダから FB に、やってる様子を拝見しましたんで、これだと思いましてですね、総長さんありがとうございました。コメントもいただきましてね、非常に勉強になりまして、これだと思って、まず Amazon でね、竿をポチッと。で、アンテナチューナーかましてて、総長さんは CG3000 っていうアンテナチューナーね、かましてたんですね。で、当局は705移動釣り竿という観点からすると、やはり純正の H705 が3万900円ぐらいで買えるんでね、ここはちょっと純正品いっとこうと思って、とりあえずポチりました。で、他の局の情報とか見ますと、当局はね、非常に信頼している、OM さんとかでもですね、VCH アンテナって、ね、給電点コイルが上の方にある釣り竿アンテナかな、
VGH アンテナで都度同調を取ってアンテナチューナーは使わずにやってますっても結構いるんですけど、あの東京いろんなバンドに出たい欲張り欲張り性分なんでですね、都度同調を取ってる時間がもったいなくて、その間にいろんなバンド合致して出てチャンス広げたいなと思ってますんで、まあ、ここはクイックにですね、アンテナチューナーで同調を取って、すぐ QRV しようということでですね、まずは H705 を発注しましたと。そして釣り竿も手に入れますと。釣り竿プラスアンテナチューナーで、まあ、カウンターポイズはいると思うんですけどね、それ用意してあります。でやっていこうと思ったんですけど、ふとひらめいて、まあ、7m の釣り竿だったら、まあ、それと同じようなエレメント調のモービルホイップアンテナでできないかなと思いまして、まあ、7m 以上あればいい感じ、 6.4m って言ってたかな。そしたら例えば、21メガよりね、15メーターだから換算で四分のラムダだから4メーターちょっと、そこにワイヤーつけてとかもできるのかなとかいろいろ考えているとですね、いや当局は RHM12 を持っていると、あれコイル全伸ばしして 2.2 メーターのエレメント出せばかなりの長さのエレメントとして、アンテナエレメントとして動くんじゃねってのも思いまして、新たな展開として、RHM12 に H705 を足してで IC705 で同調を取るっていうね、そういうあのモービルホイッププラスアンテナチューナー作戦というのはできないかなと今ふと思い立ちまして、で、まあ、そのための調査を開始しとるのところでございます。で、まあ、本日のね動画の趣旨としては、これからこんなことやっていくぞっていうね、ちょっとあの決意表明なんですけど、東京からの有言実行派なんで言わないとやらないってね、無言だとやんないんで、ここでもうあの世界に向けて宣言しますけど、まとめますと、釣り竿を買いました、 H705 を買いました、で、RHM12 は持ってます。で釣り竿あるいは、RHM12 を使ってこの2本のエレメントを駆使して、まずは海外のワッチと QRV を目指しますと。で、21メガこちらが、ね、本当にコンディショングッドになってきたらですね、それで海外 DX をぜひともね、サクセスしたいと、ね、ワークとしたいっていうふうに思ってますという話でしたよという感じですね。あの本当にね、今ね無線面白くてね、もういろんなね、本当ねもうずっとね21メガ聞いてるんですよね、なんかいないかなとかね、そう21メガってあのね450kHz ぐらいなんで、もうぐる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 ずっと一周してるんですよね。ノイズも結構ありますけどね。で70はねこのバンドエッジがカチッて教えてくれるんですよね。だからもうこれぐるぐる回してバンドエッジ過ぎたらまた戻ってって言ってね、これも延々と繰り返してますね。いやたまにね聞こえる時もあるんですけど、当局のあのやっぱり、ホームではね聞こえないね。で、あの、公園に行くと聞こえるってパターンが多いんで、やはり移動をちょっと頑張ろうと。いや、その時に991式を持って出るのは、ちょっと自転車ではね、ギリギリ乗らないんですよね。なので、まずは705ね、最初に買った705を信じてやっていこうと思いましたという決意報告でございました。本日はね、こんな感じですね。もしこの動画がね、まあ、面白いと思う人はいるかどうかわかんないですけど、面白かったら、あの、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、Twitter とか LINE 公式アカウントの方もね、よかったら見といてください。概要欄に書いてありますと。それではですね、東京が一番楽しいんですけど、皆さんも楽しい無線ライフを。以上、JK3OTH でした。バイバイ。